今週のテーマはスポーツクライミングの魅力を知ろう。クライミングワールドカップ岩手で初開催。スポーツクライミングは東京2020オリンピックから正式種目に採用され、今注目を集めている競技です。世界で活躍する日本人選手も多く、県内でも競技者が増えています。盛岡市にある岩手県営運動公園スポーツクライミング競技場は国内有数の競技場。壁を登る速さを競うスピード、登った高さを競う種目のリード、そして登った課題の数を競うボルダリングの3つの種目ができるのは、ここを含めて全国で4箇所しかありません。ここでは日々競技者が練習に励んでいます。完登した時にはすごく嬉しくて、落ちた時は悔しくなって、もう一回やるっていう、なんか楽しいのと苦しいのが一緒に楽しめて、それが楽しいです。最後までこう登り切った時のこう達成感っていうのがクライミングの一番の魅力かなと思います。これから強い選手になりそうな子たちもいっぱいいるので、期待をしながら指導しています。ゴールできた時が楽しいわ。実際にやってみると、あ、こんな大きいところ登ったとか、こんな小さいところを掴んだんだとか、いろんなことが楽しめると思いますね。施設の整備もしていただいて、ワールドカップを開催できるということでですね、広く岩手県民の方々に楽しんでいただければなと思っております。10月20日からはスポーツクライミングの国際大会 IFSC クライミングワールドカップボルダー&リードコンバインド岩手盛岡2022が県内で初めて盛岡市内で開催されます。この機会にクライミングの魅力を知っていただき、ぜひ選手たちを応援しましょう。詳しくはホームページをご覧ください。岩手ワンコ広報室、次回もお楽しみに。